皆様、ただいまにスカーフして試合当日にもかかわらず広島東洋カープから2名の方にご臨席いただきました。広島東洋カープ前田健太投手、同じく篠田純平投手です。それから広島東洋カープマスコットスライリーも駆けつけてくれています。また主催者といたします。おはようございます。ちょっと寒いですね。このカープ応援ラッピングトレーンのお披露目式にご挨拶させていただきます。寒い中でもです、ね、見ていただくのがいいです。先ほど雨降ってましたやめまして、あのおじさんおテントさんが出てまいりました。きっといいことがあるんじゃないかと思います。この度のこの応援ラッピングトレーンですね、実は私も少しこれに貢献しているというふうに自覚しております。あの昨年ですね、球場でこう野球をカープの応援をですねさせていただく機会ありますし、このですね、なんとその途中でですね、列車がですね、球場の前でずっと走ったんですね。でその時ですね、あのカープ側の選手がですね、スタンダーのいわゆるまた僕去っていたんですけどね、ヒット打てなかったんですね。ちょっと残念ですですね。続きまして、カープ応援ラッピングトレインのヘッドマークレプリカ贈呈を行います。 JR 西日本広島支社杉木支社長より、広島東洋カープを代表し前田健太投手、篠田純平投手へヘッドマークレプリカを贈呈させていただきます。中央の看板の前で行います。今年のお二人、どうぞ準備をお願いいたします。それではヘッドマークレプリカの贈呈です。どうぞ。それでは前田投手、篠田投手並んでいただきまして、皆様記念撮影お願いいたします。トレインのご紹介をさせていただきます。平成24年プロ野球シーズンにおける広島東洋カープをお客様と応援する一環として、カープ応援ラッピングトレインを本日平成24年3月25日より山陽本線、呉線、可部線で運転いたします。ラッピングトレインはご覧のように赤ヘルの赤色をベースにカープ帽やスライリーが至る所にプリントされている鮮やかな電車です。本日はこの後11時45分までホームにて展示しております。どうぞ皆様この後もごゆっくりとご覧ください。カープ応援ラッピングトレインのご紹介でした。それではただいまより平成24年くす玉の紐をお引きいただきますようにお願いいたします。それではカープ応援ラッピングトレイン運転開始を祝しまして、くす玉開花です。どうぞ。ありがとうございました。カープ応援ラッピングトレインお披露目を祝して、カープ応援ラッピングトレインは本日より10月中旬頃まで運転の予定です。今年もお客様と共に広島東洋カープを応援してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。またこの後この7番ホームで11時45分まで車両展示をさせていただいておりますので、どうぞご覧ください。そして本日は午後6時までカープ応援メッセージコーナーを在来線改札内連絡コンコースと南口改札出口付近2カ所でラッピングトレインのくす玉開花を終了させていただきます。皆様今一度ありがとうございました。お集まりいただきましたと11時45分まで車両展示しております。
どうぞごゆっくりご覧くださいませ。